こんばんは、メタモジ TV です。この番組では毎週この時間にメタモジスタッフの生の声、そして最新情報をお伝えしております。ライブ放送中はソーシャルストリームで皆様からのご意見メッセージを受け付けておりますので、どうぞお気軽にどしどし、お寄せください。はい、今日の進行を担当します、メタモジ菊池です。で、今日のテーマですけれども、ノートエニタイムの iOS 版の、最新アップデートのご紹介ということになります。じゃあ、説明の方は松田さんにお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、iOS 版の最新アップデートはバージョン 1.3.0 ということで、先週ですね、3月11日、はい、にリリースされたものになります。で、こちらで、改善された項目、新たに追加された機能など、はい、順を追ってご説明していきます。はい、はい、ではでは、はい、まずいきなりですけれど、一番大きいなといいますかね、はい、ユーザーさんに利便性のある機能から説明をしますね。はい、PDF の読み込みについてですね。じゃあ画面を切り替えていただけますか。はい、これは、ノートエニタイムなんですけれど、はい、メールから、これ今メーラーで PDF を開いた状態なんですけれど、はい、今までだとこの送るっていうところを押すとノートエニタイムに、そのまま読み込まれてたんですけれど、はい、これ PDF ファイルですね。そうですね、はい、アップデートでですね、インポートした際に角度、 PDF の読み込みの角度を指定できると。はい、それと、表示の位置を変更できるようになりました。まあ、あの角度とかはですね、あの複合機で読み込んだ際に、複合機でスキャンした際に PDF がまあ逆になってたりする時がありますので、うん、そういう時によくお使いいただけるかなと思います。はい、で、表示位置に関してはですが、PDF 全体に対して文字とかが入っていた場合、注釈をするとかいうのが非常に難しいと。で、こういう、表示位置を変えることでちっちゃくなるので、うん、この隙間のところに注釈をですね、いっぱい書き込んでいただけると、余白ですね、はい、機能になります。で、4種類ですか。そうですね、一番左がまあそのまま、はい、そのままのサイズに読み込む機能で、左からか、左上と右上、うん、右下で左下というふうに選べるようになっています。はい、じゃあ、左上で読み込んだ状態でやってみましょうかね。はい、で、ここでダンっていうのを押すと、このように PDF が読み込まれました。はい、で、まあ、1回読み込まれますと、全ページがこのような形で読み込まれています。はい、はい、ですね。まあ、あの状況によってはですね、もうちょっとこの PDF の位置を変えたいということが多分あると思います。はい、そういった際はですね、この PDF を読み込んだ状態でメニューのですね、上から2番目、PDF の表示位置というのを押してください。うん、新しくできた PDF の表示位置をタップします。タップします。そうするとこういうふうなメニューが出てきまして、はい、この中ではあの、まあ、画像とかと同じような形で PDF をですね、自由自在に移動させることができます。はい、これはあのもう縮小とかもですね、簡単にできるようになってますので、うん、まあ、お好きなところに PDF を置いてですね、例えばセンターに置いて注釈をしたいというふうな形に使えると思いますね。はい、こういう形、うん、ですね。はい、から背景として読み込まれてるわけではないので、動かしたりとかがこれ繰り返しできますね。もう一回やるとまた動かせる、また動かせる。はいはい、PDF の読み込みについては、この表示位置と、あとあの先ほどの角度ですよね、のご要望をたくさんいただいてたと思いますので、ぜひ、お使いください。ご活用ください。はいはい、で、次が、イメージユニット、はい、テキストユニットの影ですね。あ、はい、イメージユニット、テキストユニットに従来ですと影が表示されていました。はい、はい、じゃあちょっとサンプルをお見せしましょう。うん、
じゃあイメージユニットからいきましょうかね。はい。従来、まあ、イメージ画像を貼るとですね、これを見れば分かるんですけど、この下のところにですね薄く影が、はい、これでもなんか犬の画像が少し主張してるから影が 見づらいですね見づらいけどでも影があるんですよ。ちょっと違うサンプルを、いや、うん、これだったら分かるかな。やっぱ影ありますね。あ、こっちはっきり分かりますね。はい、影が、まあ、これ印刷した時も影がついてたと、うん、はい、そうでした。で、今回からですね影を消すというオプションができました。はい、タップしていただいてコンテキストメニューの中に影を消すという項目が追加されています。で、ここでまあ影を消していただくと、影のない画像になります、はい、なりました。で、これで印刷した際も影はつきません、はい、PDF にした時も影はつかないと。つかないと。で、こちらがイメージユニットで、はい、もう一つのテキストユニットの方ですね、文字を書いていく、そうですね、はい、ユニットですね。で、今までそのテキストユニットっていうのは、触るためにですね影がついてたんですね。ビューモードの時は影は、うん、まあ、見るモードだったので消えたんですけれども、テキストでの編集時とかですね投げ縄の時は、うん、全てついてたんですよ、はい、で、今回から、ペンモード、ペンで書く時には影がつかなくなりました、うん、はい、これは何もしなくてもそのモードにすればつかないんですね。投げ縄の時はついてますね。投げ縄の時は可愛い犬の写真という、これがテキストユニットの中に文字を書いた状態なんですけれども、はい、その枠に影が今ついています。投げ縄の時は、はい、操作をしやすいように影がついています。テキストユニットの時もついています。はい、ペンモードの時には消えます。はい、はい、この上に普通に文字を書くことができます。できます。枠をあまり意識しないでお書きいただくことができるようになりました。はい、はい、これが、イメージユニットとテキストユニットの影が取れますという話ですね。はい、はい、ちょっとそれぞれ意味合いは違うんですけれども、どちらもお使いやすくなったと思います。お試しください。ね、はい、はい、次はですね、次3つ目ですね。はい、はい、次は何でしょう。次はですね、ノートを、はい、まあ、例えばですね適当なサンプルをノートを開くと、はい、で、まあ、一番初めに開いた時っていうのは全画面表示になってるんですけれど、はい、まあ、作業したり書き込んだりしたらやっぱ拡大してですね、そうですね、やってると思うんですね、はい、で、書きやすいように拡大はします。はい、で、こういった状態で、まあ、他の資料を見たいっていう時はキャビネットに戻りますよね。はい、そうすると、まあ、今までっていうのは、先ほど自分が拡大した位置とかっていうのを覚えていなかったんですけれど、はい、今回からですね、まあ、自分が拡大したというのを3日間だけ覚えるようになってます。はい、ですので、まあ、じゃあもう一回、はい、もう一回やるとですね開くと復元すると、うん、あ、はい、先ほど書き込んだ時に拡大したままで復元される、その位置で、そうですね、はい、3日過ぎると先ほどと同じように全画面の表示に、うん、表示されます。で、続けて少し他のものを参照しながら続けて編集していく場合などに、そうですね、はい、前違う、ドキュメントを見たいという時に、うん、まあ、見ても、こちらのものに戻ると作業中の、ビューのその拡大率が保たれた状態になるというものですね。はい、はい、なんだろう、これはだからノートを開いた時の拡大率というかその場所が復元されるという機能アップデート項目ですね。まあ、拡大して作業中のものをそのまんま、はい、使えるということですね。はい、これが3点目になります。はい、はい、次じゃあ4点目、4点目ですね。はい、たくさんありますので、はい、次々いきます。今回アップデート非常に多いんですけど、はい、次はですねライブラリーの UIが、改善されました。はい、ライブラリというのは例えばですね、はい、こちらライブラリから追加ってあると思うんですけど、はい、ここをタップしていただくとこのような形でですね従来もっとちっちゃかったんですね。
ここが。あ、そうですよね。なんか、こんな全面表示みたいになってなくて。で、さらにあの、数も増えてますね、はい、今回。そうですね。横に6個。大きくなって一覧性がアップしました。はい。で、さらに、前はあの下のところにですね、スワイプして、切り替えるようになってたんですけれど、はい、今回上ですね、上の方にタブになりました。タブになりました。でこれで分かりやすく見ていただけるかなと、うん、でそれぞれに何だろう、それぞれに説明はついてたんでしたっけ前から。まあ、もう確かありましたねでした、はいはい、でですね、ストアの方もですねより分かりやすくなっていて、はい、あのカテゴリーがちゃんと文字で書かれているので、はい、そのまま例えばイラストなんかをタップするとこういう形 で順番にスワイプしていくんじゃなくて、そこで選んでいただけますね。前はそのスワイプしてどんどん行かなきゃいけなかったんですね、左から右に、はい、うん、で今回からはまあ文字でカテゴライズされたやつをちゃんと見れるようになっています、はい、そこにダイレクトにアプローチできるようになっています、はい、でプラスなんですけれどですね、はい、これ今図形アイテムっていうのが、はい、増えました。ウィス、あ、これ最近増えました、ね、なんで知らないんだみたいな、はい、これあの矢印ノートインタイムで円とか書くの難しいんですけど、はい、こういったものを事前に、ライブラリーでですねご提供することで、ドキュメントをより、まあ、手書きなんだけれどもこういうのを使ってより綺麗に、うん、作っていただけるようになっています、はい、簡単にね、作れると思いますね。無料ですよ、これ無料ですね、これ無料ですね、はい、ストアからぜひダウンロードしてください、お使いください、非常に便利ですよ、はい、はい、で、あ、そうですね、次ですね、はい、はい、これ4点目ですね、4点目ですね、ライブラリーの UI の改善になります、はい、はい、次はですね、5点目、はい、ノートエンタイムに、はい、ムービー以外のマニュアルが追加されました。あ、そうなんですよね、はい、今まではあのガイドムービーという動画の中で機能のご紹介をしていたんですけれども、そうではなくて今度は、これノートエンタイムで作ってるんですかね、そうじゃないのかしら、分かんないですけど、はい、まあ、見ていただきましょうねはい、すいません、いいですか、はい、動画ではない説明が、はい、で右上のですね、エニコアイコンのところの上から、2つ目ですね、はい、ガイドムービー、ガイドムービーの中にあります、はい、ガイドムービーをタップすると今までだとですね、これ動画だけだったんですけれど、はい、下にこうマニュアルを見るっていうのが追加になってます。でこちらをタップするとマニュアルに飛ぶんですね、あ、はい、はい、でこちらのマニュアルもそんなに複雑なことを書いてるんではなくて、まあ、簡単に、はい、早分かりって書いてますけれど、はい、本当これを見るとですね、ささっと使えるような、うん、あの簡単なマニュアルになってます。何か一つ書けますか。そうですね、直感的にノートを書くですね、はい、そうすると、まあ、例えばですね、こうライブラリのアイコンの使い方ですかね、うん、写真をどうやって入れたらいいのかとか、ね、はい、回転をどうしたらいいのかとか、そうですね、回転縮小の説明とかですね、はい、いろいろ書いてますね、ぜひこれを見ていただいてノートエンタイムをより便利に使ってください、はい、使ってください、はい、そっか、ガイドムービーからというところでなんか私が黙ってどうするって感じですけれども、はい、今はそちら、あとは、ね、メタ文字のホームページから行っていただくようにもなる予定ですね、はい、で、まだなんですけどなる予定になってます、はい、ここまで5つポイントをご紹介していました。これが大体主なそうですねポイントになりますかね、はい、はい、で菊池さんが一番なんか気に入ってるアップデートポイントはどうですか。と私やっぱり PDF の読み込みですね、あの会社にも複合機があったりして、であの資料を飛ばしたりしますけれども、高い確率で間違えるのでそちらで回転させられてっていうのは大変いいなと思います。あとあのライブラリで図形が追加されてるのに、今後使いたいと思いますはい、はい、そんな感じですね。
ここで終わりと思いきや、まだまだ。まだまだ。はい、そうですね。はい、続けて、では、デジタルキャビネットの、はい、アップデートポイントについてご紹介をして、はい、そうですね、皆さんデジタルキャビネットお使いでしょうか。ぜひ使っていただきたいんですけれども、今回からですね、デジタルキャビネットがなんと自動同期するようになりました。はい。はい、今まではだから同期してねって言ってから通信をしてたんですよね。そうですね。はい、じゃあ画面をちょっと切り替えていただいて、今まではですね、こういう、同期アイコンを押さないと、はい、同期しなかったんですね。ですが今回から自動的に同期するようになりました、はい、で頻度なんですけれども、うん、ダウンロードは1日に1回、まあ、24時間分を経過するとダウンロードされると、はい、でアップロード自体は例えばこういうファイルを開きました、編集をしました、はい、キャビネットに戻りますと、うん、このタイミングで全部上げるようになってます。アップロードは逐次やるようになってます。ですから例えば iPhone と iPad を持っていて iPad で編集をしていたという時にデジタルキャビネット必ず、編集したデータはアップロードされているので iPhone 版で、まあ、ちょっと落ちてきてないなと思った時には同期ボタンを押せば同じ環境が手に入るとですね、はい、いざという時に使えますね、ということですよね、はい、はい、なるほど、これぜひお使いいただければと思います。と思います。はい。で、これ自動同期自体は、はい、今回の最新バージョンにされるともうそのまま同期される、そうですね、自動同期される設定になっている。なっていると。で、自動同期をしたくないよっていう人は切ることもできる。できますね。ちょっと切り替えてもらっていいですか。はい。ですね、画面じゃあ、はい、じゃあ画面一回これオフに、オフというかそうですね、私たちのにしていただいて、はい、でその画面を見ていただくようにしましょうか。はい、デジタルキャビネットの自動同期ですから、1日1回のダウンロードと自動ダウンロードと、それからキャビネットに戻るたびのはい、アップロードですよね、というのが、はい、最新バージョン 1.3.0 にしていただいたお客様は皆さん最初はそうなっています。はい、で今までもデジタルキャビネットをお使いになっていて、まあ、手動でいいと、で自動でされない方がいいという場合に、切っていただくことができるわけなんですけれども、はい、一回映して一回外してください。はい、じゃあ、はい、一度いいんですか。はい、いいです。はい、で、これは何をし、これはシステム、はいはいはい。ですね、システムのところですね。はい。キャビネット上で、というとここの、はい、歯車アイコンを押すと。システムオプションが出ます。一番先頭にデジタルキャビネットという項目がありますね。こちらですね、はい、でここのユーザーを押します。はい、ユーザーにして、そうすると、アカウント登録情報の変更という項目があります。はい、上から3つ目ですね。3つ目ですね。でここを押すと、はい、アカウント名が出ちゃうので、とりあえずちょっと画面を切り替えてください。はい、はい、でここまでやってから切り替えてもらえばよかったんです、ね、いや多分ここをお見せしないとわからない、ね、だよね、そうかですね、はい、はい、これで見えませんが切り替えますね、はい、はい、お願いします、はい、こうなります、はい、こうなります。まあここにはアカウントが出てると、はい、でどこにあるかというと、パスワードを記憶するの下の自動同期を行うというところです、はい、で、こちらはデフォルトでオン、はい、最初はオンになっています。でその下にオプションがありまして、3G LTE 接続時にも自動同期を行うというのはこれはオフになってます、デフォルトで、はい、なので、iPhone とか iPad を 3G 環境で使っている方、はい、オフになってますので、もし通信料いくらかかってもいいよというか、まあ
いいようにしている人ですね。いいようにしている方、定額にしている方、定額の方はオンにしていただいても、オンにしていただいて結構ですね。はい。ただしそういう時には海外行く時とかは十分、ね、お気をつけください。海外に行かれる時には定額じゃなくなりますからね。そこはオフにしておいていただかないとね、ということですね。はい、でここのオンオフを切り替えていただくことで、自動同期をするかどうかは、はい、切り替えていただくことができます。はい。はい。でそれが1点目ですね、デジタルキャビネットについてということで、はい、はい、では1回戻ります。はい、はい、お願いします。ですね、で次もデジタルキャビネットについてなんですけれども、次のお話は、そうですね、インクですね。例えばその、あ、そうですね、何台かの端末を持っていると、はい、iPhone と iPad mini と iPad があるとかいう状態でノートインタイムをお使いで、デジタルキャビネットに登録されている場合ですね、はい、でこの場合に、どの端末で、買ってもですね、インクを買ってもそれらがそうです、ね、デジタルキャビネットのサーバーを使って、加算されます。はい、有料のインクセットをご購入いただいた場合に、今まではですから複数の端末をお持ちで、ある端末でインクセットを買った場合っていうのは、他の端末では他のあれもう一回買うことになるですね、だったんですよね。はい、でそれがまあ同期されるようになってますので、はい、まあ、どの端末でお買い求めいただいても iOS の場合ですけれど、はい、同じように使うとことができます。はい、iPad、iPad mini、iPhone ですね、など複数台をお持ち、 iPod Touch とか、そうですね、複数の端末をお持ちの場合でインクセットでデジタルキャビネットに登録しておいて、そちらで同期がかかるんですね。そうですね、ですので、登録しておいていただいた方にとってついては複数の端末でインクセットを使っていただくことができます。はい、はい、デジタルキャビネットに登録しておくと、まあバックアップにもなりますし、うん、複数台の端末でデータを同期することもできますし、さらにインクも同期ができるというふうに、はい、インクもそれにアイテムもですね、うん、ノート環境すべてが同期できるようになってますので、はい、ですから、うん、あ、そっか、そうですね、そうなんですよ、アイテム、インクっていうかアイテム、いや、インクの量なんですこれは。あ、そうですね、はい、一挙にちょっとややこしめの話にしてしまいましてすいません。そうですね、デジタルキャビネットの、そうですね、デジタルキャビネット無料で登録いただけますので、そうです、無料です、はい、ぜひお使いになっていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、以上です、はい、ですね、あと、まあ、最後にですね、はい、海外からご覧の方、日本語は日本語で話してるんですけれど、なんとノートインタイムが13言語に対応しました。13言語、じゃあ言ってみましょうか。何と何ですかね、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語の簡体字、繁体字、韓国語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語です。ポーランド語です言えてないです。そうですね、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語まで含めて、はい、そうですね、ヨーロッパ言語と主な、うん、と中国語の簡体字、繁体字及び、韓国語ですね。あと全部で日本語、英語で13カ国。そうだ、で日本語、英語、従来の日本語、英語を足しまして全部で13言語に対応って、どういう対応っていうのはですね、iOS の言語設定で、例えばドイツ語を選ばれている方は今までは英語だったんですね、はい、ちょっと前の一つ前のバージョンまでは。それが今回の 1.3.0 を入れますとドイツ語のメニューが出てくると、はい、例えばですね、これをちょっと見ていただきましょうか。はい、お願いします。今度 iPad mini の方出てきましたけれども、ちっちゃくなりましたけど見えますかね、見えるかなちょっと見づらいと言って、でもドイツ語だっていうことを見ていただくぐらいになるかもしれない。これドイツ語ですね。本当ですね。ボンフォトフォンビビリオテイクヒン2ですかね。おお、すごいですね。え、はい、はい、という形でそれぞれの OS でメニューをご覧いただくことができるようになっています。はい、はい、
13言語ですので、海外からお使いの方もぜひ、ね、はい、13言語でお使いいただければと、はい、お使いいただければと思います。はい、はい、ここまでお伝えしてきまして、今回の内容ですね、割と盛りだくさんでいろんな多岐にわたっていますけれども、そうですね、今回非常にアップデートポイント多くなってますので、はい、皆様からいただいたご要望にできるだけ、今後も答えさせていただきたいと思いますので、どうぞ、ご意見をお寄せいただければと思います。はい、ツイッターアカウント、そうですね、すみません、ノートエニタイムの最新情報につきましては、こちら表示されました、ツイッターアカウントノートエニタイム JP で、発信させていただきますし、ご意見も受け付けさせていただこうと思いますので、ぜひこちら、フォローしてください。よろしくお願いします。自分ご自身で作ったですね、作例、こんなのできたよっていうのも、う、ね、はい、こちらに画像で送っていただければ取り上げますので、はい、取り上げさせていただきます。はい、では今週はここまでで、次回ですね、はいはい、次回は、次回の予告です。来週3月28日木曜日ですけれども、はい、ノートエニタイムアンドロイド版最新情報再びということで、はい、どこかで見たことのあるタイトルですけども、はい、先週ですか、させていただこうと思います。引き続き来週、はい、改めてやります。楽しみですね。はい、はい、いよいよです。いよいよ、どうぞこちらもお楽しみなさってください。では、はい、はい、こちらまでになります。最後、松田さん、ノートエニタイムをこう使ってほしいという思いを、うん、ノートエニタイムでパラパラ漫画を作ると面白いと思いますなるほど、今週の某週刊アスキーさんに載ってますので、ぜひご覧くださいはい、ご覧ください。ご視聴ありがとうございました。失礼します。